来最新は、江戸時代後期の広島藩士。意味名は春、春藤字は小坪森、最新は坊。通称は最一郎。広島藩主であった、来安坪の長男、いわゆる安坪、より家の着子。母は、藩主加藤一万千の孫にあたり、加藤誠意西への娘である京子。安坪夫妻は結婚当初から、安坪の長兄夫婦である、大春水と、 雷梅、その子である、第三陽と同居しており、広島より家の拠点である杉の木工事の武家屋敷で、彩馬は生まれる。後安津母一家は、独立する。最新は儒学を父母より学ぶ。安津母の兄つまり、最新のおじにあたる春水の広島より家、同じくおじ、より春風の竹原より家、彼らの友人たちの呪者らと交わる。父京壺は、 藩主から平侍として藩筒とむについたが、最新は藩主にはならず平侍として藩に使い始める。文化5年、藩主、浅野茂明の参勤交代に従った、安津壺に連れられ、江戸に向かう。翌文化6年紀藩、文政5年15国三人口を救せられる。父京壺の藩筒とむに、いくつか携わっている。文政元年、 芸藩通史の編纂を、安津坪が命じられた際には埼馬もこれに加わり、文政8年に完成している。文政11年、安津坪が三次長武行となった際に、最新は判明によりその勘定書吟味役格として、軍長事務を務めた。天保元年、父京坪が隠居、そのため埼馬は、いわゆる安壺、より家の家督を継ぎ事業140国を救せられ、 広島に戻る。同年、銀奉行、環状奉行府で近隣の水筒を管理する役職に任ぜられ、同年藩より白島に屋敷を配慮する。天保三年造奉行。天保五年から天保七年まで、江戸金版。天保八年から高下元年まで、大阪倉屋敷留守を役。大阪時代には、当地の住者と交わる。高下二年武神奉行となった。 治療は190国。家営3年不審部行事に病死。去年60。墓所は広島運用院。妻は矢野八万宮館主。香川氏の娘、金子。子は三男次女。弱子は長男のライマサヨシ。ありがとうございます。